これカフェで使ってるエプロンや。これ何なんだろう、なんでこんな色変わっちゃってんの。今からてかあんまり天気良くないんですけど、もうなんなら雨降りそうみたいな。公園行きたい気分なんで、家の近くの公園に行って朝の時間と過ごして、まあ、その後帰ってきて適当に今日やらなきゃいけないこととか終わらせて、夜ご飯はお友達と行きますのでっていう一日です。どうしよう、ホット返してどっちにしようかな。ちょっとでも寒いけど暑いと飲めないからちょっとだけ氷入れよう。働いてるカフェのクッキそんな大したもの買ってないんですけど紹介したいと思います。いやでも本当に全然買ってないわ。ストレージボックスの S サイズ、飲み薬とか収納するのずっと探してて、これちょうどサイズ感とかデザインも良かったので買いました。ディスプレイ変形トレイ、こんな感じで下にお団子みたいのがついてて、こうやって上に物を置けるやつ、あとこれ注射、パールのビーズがたくさんついてるやつ買いました。こういうのつけたことなくて似合うかわかんないけど、なんかちょっと綺麗めみたいな。ブルーチーズ大好きなんだけど。
こんにちは。今日は久しぶりにイケアに行きます。26日だからクリスマスの次の日なんですけど、25まではさ、ツリーとかクリスマスグッズが多分イケアってたくさんあるんですけど、営業後に全部バーって片してさ、26から何もないのかな、クリスマスの商品って。私クリスマスシーズンに行けなかったから一回も、ちょっと寂しいし、めっちゃ久しぶりのイケアなんですけど、買いたいものがちょっと何個かあるので、それを見に行きたいと思います。よくさ、この乗ってる車は自分の車ですかって聞かれるんですけど、これは実家の車でです。お父さんもお母さんも仕事で車使わなくて、ほぼずっとね、家に車はあるので、イケア行くときは車借りて行ってるって感じです。11時ぐらいだから、ご飯もイケアで食べようかなっていう感じ。タコライス風サラダ、いちごフェアのいちごパフェ、カツカレー、オマールエビのビスクスープです。いただきます。いただきます。何匹とかあるよ。ない。バンクにこれ可愛いよね。これが良かったの。え、なんかさ、クジラとか増えてるよ。サメの仲間。シャチもいる。シャチもいる。え、チコイ食べられてる。これかわいいな。え、フランスペストロベリーソフト。こんにちは、どうぞ。はい、ありがとうございます。売ってる。プルプルしてる。え、これお餅なの。そうだよ。わお、うまい。日本茶のカルペチン。うわぁ、すみっこ暮らしいる。ん、めっちゃ日本茶って感じありしない。うん、なんか抹茶っていうか米粒みたいなの入ってない。うん、じゃーん。 IKEA で買ってきたものを紹介したいと思います。久しぶりの IKEA 入品紹介です。じゃあリピート商品から紹介しようかな。ジップロックです。この大きめのサイズの、ちっちゃめのサイズの、一人暮らしにはもう欠かせない。299円ですね、1個と。ちゴム手、このパステルカラーのね、可愛いゴム手袋も毎回行ったら買うんですけど、じゃあ199円と、あとこれリピートっていうか2回目なんですけど、この子はずっと使ってて、顔のところに物が挟まってね、取れなくてだんだん汚れてきちゃって、ちょっと買いようって思って、これあのアウトレットコーナーにあって、もともと99円でめちゃ安なんだけど69円になったの。だから買おうと思って買いました。あとはこれもね、アウトレットコーナーで買いました。普通のグラス、若干ちっちゃめ小ぶりなサイズなんだけど、なんかめっちゃ可愛くてシンプルに普段使いしやそうと思って、しかもこれ1個30円でした。で、重ねて収納もできるし、あんまかさばらなくていいなと思って。と、これもアウトレットコーナーにあったお茶碗で、これは349円、柄可愛かったので、同じ柄のプレート、ちょい小さめの399円、ナプキンホルダー699円、カゴです。なんか収納に使えそうと思って買いました。玄関マットに私はしたいなと思って
買ったシートなんですけど、これ799円のラグです。あとこの椅子に引くやつ欲しかったので買いました。多分99円かな。そんな安いの。バンクのおもちゃこの子買いました。299円で、とあと最後家具ですね。家具は今から組み立てていきたいと思います。このね、前のお家からいるこの子を飼いたいなってずっと引っ越した時から、うわなんかこれ危ない感じだね、めっちゃ。で、そう、飼いたいなってずっと思ってたの。今の作りたい部屋の雰囲気と違うから。で、この色を塗り替えるかなとかいろいろ考えたんですけど、ちょっと妹がこれ欲しいって言ってたので、ちょうどあげると思ってこれを今日買ったやつに変えます。新しく手に入れたポストカード2枚、これも参加させたいと思います。